デジタルトランスフォーメーションについて質問いたします。はじめに人材確保策についてです。社会の急速な変化は行政需要の著しい多様化、複雑化をもたらしました。それに的確かつ迅速に対応するためには質の高い人材を幅広く確保することが求められますが、新たな行政需要に関する業務については、市役所内部に当該業務の専門家は存在しないため、そのような人材を確保する必要があります。そこで初めに、本市の DX を推進していくには、具体的にどのような人材が必要と考えているのでしょうか。伊佐治総務部長。お答えいたします。本市が取り組む DX の推進は、新しい日常生活や新しい市民サービスの基盤となるものであり、この DX を推進していくために必要と考える人材は大きく分けて3点ございます。1点目は AI や RPA というのはロボティックプロセスオートメーションの略ですが、これはパソコンなどで行っている定型的で反復的な作業、単純作業を自動化できる、そうしたソフトウェア上のロボットということになります。こうしたことを進めていく上で欠かせないデジタル関係の専門知識を有する人材、これが1点目です。2点目はビッグデータ等の情報、さまざまな情報を利活用して市民サービスの向上につながる政策立案ができる人。そして3点目は ICT による市役所全体の業務改革に部局横断的に取り組む開拓精神のある人材、こうした人材を望んでおります。いずれにしましても全庁的に DX を推進していくには、フットワークよく庁内の関係課との連携を図り、合わせて解決力や創造力を発揮できる職員が必要であると考えております。以上です。今井議員。具体的にご答弁いただきました。そのような人材をどうやって確保していくのか、ここが非常に難しいところであります。近年、民間の専門人材を兼業・副業的な勤務形態で採用する自治体が出てきています。福山市では395倍もの高倍率となり、兼業副業な業務体系での採用にかなりの可能性があることが明らかになりました。本市からすると、少ない人件費で大手企業などの有能な人材を即戦力として採用できるメリットがあります。東京などに住んでいても時間場所にとらわれることなく本市の業務に関わることができます。コロナ禍でテレワークなど自由度の高い働き方が広く導入実施されるようになりましたが、これにより時間の有効活用を図りやすくなったことから、本市においてもこのような取り組みは有効と考えます。他にも民間企業の社員を研修生の立場で受け入れる手法がございます。派遣される社員の身分はそのままで、市の業務に従事してもらうこの制度は、給与も派遣企業の負担であり、本市にとっては人件費の負担なしに専門人材に働いてもらえるメリットの大きな手法であると考えます。そこで DX 推進に係る人材を確保していくには、ICT 職やデータサイエンス職等の雇用や副業人材の活用、あるいは行政実務研修員制度など民間の専門人材を登用することが有効と考えますが、市の見解をお尋ねいたします。伊佐治総務部長。
ただいまご紹介をいただきましたが、この DX 推進に係る職員の採用につきましては、9月の定例会でも市長が答弁いたしましたけれども、多様な採用方法によって人材を確保していく、複層的に確保していくことが必要と考えております。特にご紹介、福山市の例をご紹介いただきましたけれども、他にも国内では神戸市ですとか、それから長野市もこういったことを行っております。副業人材、これについては人材獲得競争が激化する中で、民間企業の最前線で活躍する専門性の高い人材を確保する上では大変有効な手法と考えております。これについては DX 推進に向けたデジタル人材のこの登用に限らず、市の施策を推進するための人材確保の手段の一つとして検討をしてまいります。併せて DX の推進には職員全体の底上げも欠かせないものと考えておりますので、研修等を通じて全庁的に DX の専門技術や実務知識を習得できる体制、仕組みについて構築をしてまいります。以上です。今井議員。副業人材については検討していただけるとご答弁をいただきました。例えばスーパーシティの領域で自治体が副業人材を募集するという取り組みは現時点では日本初ではないかと思いますので、本市の PR にもつながると言えます。 DX 推進のための人材に限らず、スピード感を持って検討をお願いいたします。さて、コロナ禍で移動が制限される中、市民や受験者の安全を図りつつ、より多くの方に受験していただくことが求められます。そこでウェブ面接を導入すれば、受験者の移動等による感染リスクの回避ができます。また移動に伴う負担軽減ということから、受験者の増加や幅広い学生に興味を持たれることも期待できます。他にも AI 面接が民間企業で急速に進んでいます。メリットはマンパワーの削減、合否基準の統一、採用可能性の高い人材の抽出、本市に適した人材の発掘などが挙げられまして、受ける側も場所や時間を選びません。そこでデジタル化に取り込む本市として、今後幅広く優秀な人材を採用していくためには、ウェブ面接、AI 面接などを導入し、間口を広げておくことが必要だと考えますが、市の見解をお尋ねいたします。伊佐治総務部長。お答えいたします。議員ご提案のウェブ面接につきましては、ご紹介がありましたとおり、新型コロナウイルスの感染拡大で首都圏などから移動自粛が求められる中、受験者の安全を図りつつ、より多くの方に受験をしていただく機会を設けていく上では大変有効な手段であり、他の自治体においても導入するところが急激に増えております。松本市におきましても、会計年度任用職員の選考にあたって遠方からの受験者の移動に配慮をし、すでに実施をしている経過もございます。一方で面接試験については、やはり対面で実施した方がお互いの雰囲気や真剣さが伝わりやすく効果的であると考えております。また試験の機会を通じて受験者の方も松本市の景観や空気を直接感じていただくことができますので、これも採用につながっていく重要な要素と考えております。従いまして、基本的には可能な限り対面で面接を行うことが望ましいと考えておりますが、受験機会の拡大や多様な受験者の確保といった観点から、受験者が希望する場合にはウェブでの面接も選択できるように検討してまいります。また AI 面接ですけれども、これについては業務の効率化や評価基準の均一化、そして時間や場所を選ばずに受験が可能になる
などのメリットも考えられますけれども、現時点では自治体における導入事例が少ないというのが状況です。費用対効果の面からも検証が必要であると考えております。今後先行自治体の動向に注視しながら、より質の高い人材を確保していくために面接試験を補完するツールとして活用することを研究してまいります。以上です。今井議員。ぜひ面接に動員されている部分の付帯人件費を含むところを換算して費用対効果を見極めていただきたいと思います。それでは次の質問に移ります。感染防止に合わせて経済対策は急務であります。本市ではコロナ禍における消費喚起策を目的に、プレミアム商品券とキャッシュレス決済ポイント還元の2事業を実施しました。はじめに事業結果をどのように分析しているのか、市の見解をお尋ねいたします。小原商工観光部長。はい、ただいまプレミアム商品券とキャッシュレス決済ポイント還元の2つの事業についてのご質問いただきました。はじめにプレミアム商品券事業についてお答えをいたします。本事業は昨年8月1日から12月31日までの5ヶ月間実施をし、市内1963店舗でが参加、約3万7000人の利用がありました。販売総額は22億961万円で、うち5億991万円がプレミアム分となっています。スーパーマーケットや大型ショッピングセンター、家電量販店などでの使用が7割を占めるなど、食料品や生活用品の購入に多く利用されております。そのほか一部自動車関係や建設設備等にも利用されています。高額商品にも使え、家計消費の助けになったという声があった一方で、券面金額以下の買い物には不向きで使いにくいという声も頂戴しております。また商品券の印刷や換金の手数料など約8400万円が事務経費として必要となるなど、コスト面が課題となっています。続いてキャッシュレス決済ポイント還元事業についてお答えします。こちらは9月17日から10月31日までの45日間実施し、市内2653店舗が参加、約10万人の利用がありました。期間中の決済総額は17億9809万円で、還元額は3億6774万円でした。食料品や生活用品に限らず幅広い業種で利用されており、特に飲食店での利用はプレミアム商品券の3倍を超える決済額となっています。換金等の手続きを必要としないことに加え、還元ポイントによる消費も期待できることから、事業者からも好評をいただいているところです。さらに事務経費につきましても約700万円と、商品券と比べ圧倒的に低く抑えられているという状況です。また松本市の景気動向調査を見ますと、10月でございますが、10月は特に小売業、サービス業、卸売業、飲食業の業況 DI 値、この業況 DI 値というのは業種ごとの景気状況を示す指数でございますが、この業況 DI 値が改善をしております。コロナ禍における消費喚起に効果的な施策であったものと考えています。なお現在先月実施をいたしました第2弾のキャッシュレス決済ポイント還元事業についての取りまとめを行っているところです。この結果も含めました利用事業の詳細な結果分析につきましては改めてご報告させていただきます。以上です。今井議員。ご答弁をいただきました。本当に多くの人たちが事業をギリギリの中で踏ん張っている状況の中で、消費喚起策として実施した2事業、特にキャッシュレス決済ポイント還元事業は約10万人の利用があったということで、非常に効果があったものと評価いたします。そこでさらなる
市内経済の活性化を図るため、再度事業を実施すべきと考えますが、市の見解をお尋ねいたします。小原商工観光部長。はい、お答えいたします。事業者が事業を継続でき、そして市内経済が循環するという観点からも、消費喚起事業はコロナ禍における非常に重要な事業者支援策であると考えています。したがいまして、キャッシュレス決済ポイント還元事業、再度の実施につきましては、第2弾の事業の結果検証、これを踏まえながら、さらに現在課題となっております複数の決済事業者との連携や決済手数料が今後事業者負担となってくる、そうしたことも考慮して前向きに検討したいと思います。以上です。今井議員。前向きに検討をお願いいたします。さて、感染防止や経済対策は不可欠でございますが、将来に向かってのインフラ整備も当然必要になります。 DX を推進する上でマイナンバーカードは最も重要なインフラであり、デジタル社会には必須のパスポートですが、どう普及していくのかが課題であります。加賀市では経済対策とセットでマイナンバーカードの申請をした市民、すでに申請取得済みの市民に5000円分のインセンティブを与える事業を実施しました。これはマイナンバーカードの普及と経済を回すことを目的にしたものですが、令和2年1月時点で 15.4% だった申請率が、今年2月21日時点で 73.9% に達し、全国の区市でトップとなりました。今年度中に100種類の手続きが市役所に出向かわずに、自宅などから電子申請が可能になるといいます。スマートフォンの専用アプリに一度登録すれば、マイナンバーカードを持ち歩く必要はありません。データ管理はブロックチェーン技術で安全性を確保しているといいます。また、マイナポイント自治体版が新年度からモデル的に始まり、国は令和4年度から全国展開させたいということであります。自治体版ではポイントを付与する事業や対象者の範囲など、具体的な実施方法を松本市が選べることができるため、例えば消費振興策として買い物額の一定割合を還付する仕組みにもできます。他にも子育て世代を対象とした出産慰安金、移住促進のための支援金、高齢者向けのタクシー料金補助などの給付金をキャッシュレス決済のポイントとすることができ、有効と考えます。そこで本市においても、経済活性化対策に合わせて、市独自のポイント制度を導入するなど、DX 推進の鍵となるマイナンバーカードの普及につながる方策をすべきと考えますが、市の見解をお尋ねし、以上で私のすべての質問を終わります。ありがとうございました。伊佐治総務部長。ただいま議員からは加賀市の例を ご紹介いただきましたけれども、確かにこの加賀市のマイナンバーの交付率は市の経済対策である加賀応援商品券と組み合わせたこともありまして、目覚ましい成果を上げています。またそのことによって市民の利便性も向上しているというふうに聞き及んでおります。マイナンバーカードは今月ですね、今月の4日から健康保険証として利用できる環境がスタートしており、今後より市民生活に身近なものとなっていくことが予想されます。
また昨日中島議員のご質問に宮本副市長がお答えしました通り、カードの普及は本市のスーパーシティ構想にもつながっていくものであります。こうしたことを踏まえ、加賀市の取り組みなどを参考に、各種政策と組み合わせた市独自のポイント制度などカードを取得する動機につながる施策を鋭意研究をしてまいります。ここで昨日中島議員からはご紹介いただきましたけれども、若干本市の交付状況についてご紹介をさせていただきます。令和3年2月末日現在の本市のマイナンバーカードの交付率は 21.3% です。12月定例会の一般質問でお答えしました11月1日現在の 17.7% から約4ヶ月で 3.6 ポイント増加をしております。また国が12月末からカードを取得していない方に対し QR コード付き交付申請書を送付したことによりまして、今年2月の申請数は9427件となり、令和2年中の1ヶ月平均、これは申請件数平均で1822件でしたが、これと比較しますと約 5.2 倍と急増しています。このことから申請数が増加をして、市民課や市所出張所の窓口の交付人も増加しております。昨日3月8日イオン南松本店に臨時交付窓口を開設いたしました。南部方面にお住まいの方の利便性を高めるとともに、土日と休日も開設をし、混雑を回避するため予約制、これはネットでもできます。これも導入をしてカードのスムーズな交付と申請しやすい環境づくりに努めております。このことも合わせて取り組んでおりますので、ぜひ市民の皆さんにご利用いただきたいと思います。またカード交付率の向上に向けて、本市では3月をマイナンバーカード取得促進月間と位置づけて、市の職員のカード取得率 100% に向けての呼びかけを行うなど、さまざまな周知活動にも取り組んでおります。以上でございます。以上で今井雄介議員の質問は終結いたします。今井議員は自席へお戻りください。暫時休憩いたします。再開は午後3時20分といたします。